しょ。なんかゴミついてる。ということで、スキンケアは終わっているので、その後の話やります。ただ喋りましょう。メイク配信とか多分そんなにみんなねそんなにみんなてんてんてんって感じだと思うので。喋りながら、配信できたらなと。思っています。なので、していきます。パンダさん、肉まんありがとうございます。そうですね、一押しガチャ、ドボンの一押しガチャ始まったんですけど、私はもう全部、自分のは全部引きました。なんかもしかしたら次あたりに、まあわかんない、何のイベントかわかんないけど、イベントありそうだなと思って、とりあえず引いとこうと思って、一応あのノーマルとかを育成するためにも全引きしました。ファンデーションは塗りません。下地もしません。パウダーだけです。 UR なんかめっちゃ出やすくなってたよね。なんかシークレット確定の時に引いたら、だいたいどのメンバーも出ました。なんか UR が出やすいなっていう印象。うん、1回目で、私は基本シークレット確定になってからなんか引くんですよ。だからいろんなメンバーシークレット確定になってから引いたんですけど、ひゆかとかね、れいちゃんとか、ひかるんとか、全員1回目で出た。 UR とシークレット同じタイミングで出ました。なんか優しくなったのかな。うん、でも確かに自分のガチャは全然1回目でそのシークレットと UR は出たんだけど、シークレット確定の時に引いたから、その後は全部10回引いたうちの8回ぐらいは SR とかSR とか3つ分、ん、星3つまでのやつが全部みたいなのでした。そうですね。だからどうなんだろう、出やすいか出やすくないかはちょっと分かんないけど、
顔を作っていきますよ。こんばんは。顔が白く、何もしてないよ今日は。今のファンデーションみたいなお粉しか塗ってません。あとは肌、なんていうの、肌なんてしたっけ、なんていうの、化粧水乳液、そこら辺だけ。むしろ化粧水と乳液しかしてない今日。導入剤も入れてないし、あ、適当です。適当ではないんですけど、適当ですね適当ですね。ヨーヨーのためにその前に歌を歌いましょうかサプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。パンダさん、ミラーボール2つありがとうございます。ありがとう。6個分か。この体制服を脱がせる前にもう一度だけ好きだと言って、抱きしめて抱きしめて、少しずつキスをしながら、イチジクの皮むくように優しくして、魔法の指で初めての夜は全てが夢見心地。大人のドア開く、呪文は後悔しない。ああ真っ赤なイノセンス、少女が散る時。ありがとうございますちょうどメール来たアップルさんからメールがありがとう。イラボール6個分ありがとうございます。ともゆきさん、肉まんありがとう。 SAT さん、ハートありがとうございます。ありがとうございますちょうどテーンってきました。すいません。アップルさんが私にメールを、何のメールだそんな超多分公式的なメールですよ。そんなすごい、なんかハルビア、スティーブ・ジョブズとつながりがないです会っても言いませんないから言えませんかね。昨日の撮影はね、メイクしてもらったんですけど、なんかファンデーションとかってなんかやっぱ大事なん、なんていうの、大事なんだなっていうか、自分の肌に合う合わないって大事なんだなっていうのが分かって、
マジメイクしていただいた直後からめっちゃよれ始めたの。よれる、なんか汚くなり始めたっていうか、そう、なんか私ってあんまりそのやらないじゃないですかあのファンデーションとかを結構薄めに塗るタイプの人間なので、あんまりなんかがっつりは塗らないんですけど、昨日めっちゃ塗られちゃって、そう、それですごい濃くてすごいよれちゃったんですね。すごい大変だった。え、もう撮影とか全く一枚もしてないの。メイクしていただいて、髪していただいた、もう髪の時からもうよれちゃってて、そう、だからファンデーションとかってやっぱ下地とかもそうだけど、合う合わないがあるんだなと思って、大事です。うん、そうそうそう、結局の自分で直したんですけどそう、さすがに。よれた顔で映るのはなと思って、うん、ちょっとメイクさんには申し訳ないけど、綺麗な顔で映りたくて、極上黒豚竹にいくまんさん、ミラーボールありがとうございます。歌いますね。どこまで歌ったっけ。あ、ここからだ。少女が散るとき愛しさに瞳閉じて、ハートの鼓動は止まるの。ありがとうございます。ミラボールありがとう。ケーキ屋さん、いいね、お肉食べたいな。あ、この配信は一応メイク終わるまでかなぐらい、まあ8時くらいまでかなっていう気持ちでいて、そうで8時くらいから私は30分で頑張ってご飯食べてみおよろの配信を始めようかなって思ってるので、はい、皆さんもよろしくお願いします。まあ、一応そんな予定、ただ8時までにメイク終わんなかったら困る困る、うん、そんな予定でいるので、よろしくお願いします。こんばんは、どうも。そう、8時から妙よろなの。そのためにメイク書いとこ、テロップに。8時半か。なんか8時半から明日よろしくって言ってるみたい違うんですよ、配信なんですよね。伝わるかな。
ギャロンさん、ミラーボールありがとうございます。そういつかそんな日がやってくる気がしてた。ここまでだよね、多分。ありがとうございます。ミラーボールありがとう。1036日ありがとうございます。ニョヨロは1日ってカウントされないんですよ。そう、ニョヨロは私のアカウントじゃないので。そうなの。ご飯何かな今日。こんばんは。どこまでメイクするかも迷ってるんですよね。まあチークはしようか。コンビニで肉まんとあんまん買って帰ります。え、ピザまんは？私はピザまん推しなんですけど、ピザまんは買ってくれないんですか？見て、白色の筆が可愛くなった。鼻に点々を落書きする女。こんばんは、どうも。なんかね、多分この配信見てるか見てないかわかんないんだけど、多分私のことをなんか怒りたいっていうか、そうなんていうんだろう、したいわけじゃないと思うんですよ。文面を見てる限り、なんか結構なんだろう、ハルビオンの将来のためにならないよみたいな感じで言ってくれてるので、すごい、まあハルピョン私のね将来を考えてくれてるんだ、ありがとうっていう思いで私は普段それを見てるんですけど、毎日来ちゃうから、なんかでも返信、こっちからも返信できないし、なんかなぁと思ってここで喋るんですけど、なんか毎日ドボンと配信ばっかりで将来の自分のためにならないよみたいな。そう、もっと英語の本読むとか、パソコン勉強するとか、これからに活かせることをしたらいいんじゃないみたいな、ハルピョンの将来のためにはそっちの方がいいよっていうコメントが、コメントっていうか DM がすごい毎日来てて、なんか私も、まあ、触れないのが一番なのかなって思ったんですけど、すごい。でもなんかその別に、なんだろう、私のことを攻撃したいわけじゃないような感じのだなっていうのは思ってて、だからちょっとここでこの場を借りして言わせてもらいま、言うんですけど、なんか確かに、まあ将来何をするかとかをまずは私はまだ頭の中に浮かんでないっていうか、多分ですね、もう21なんだからそれぐらい考えなさいよっていうことかもしれないんですけど、そう、でも私の中では今そういうのが考えれてなくて、正直だったらなんか何したらいいのかなっていう時に、なんか多分英語の本とかそのパソコンを勉強することによって
まあ、もしも私が普通の社会人として働きに出た時には多分めっちゃ使えるスキルになると思うんですよ。それはそうだとはすごい思うんだけど、でもそうなんかいろんな方に知っていただけるようになったのもドボンのおかげだったりこのショールームのおかげだったりもするし、なんかまだわからない将来に、まあ大人の人はね多分まだわからない将来かもしれないけど、そこの自分に投資した方がいいよっていう、まあ大人は多分そう言うんだと思うんですけど私はなんか今はなんかアイドルって多分今しかできないから、なんだろう、多分一回やめたら、私はアイドルを一回やめたらもう一回アイドルに戻るってことは多分しないと思うんですよ私は。でもそれが別のなんだろう芸能界に残る残らないの話じゃなくて、私はアイドルになりたくてなったわけじゃなくて AKB になりたくてなったわけであって、なんだろう、まあ今言ってる話だからこれが3年後4年後とか2年後3年後4年後とかなんか AKB を卒業して、じゃあハロピョンが他のアイドルになって、お前ならないって言ってたじゃないかよって言われたらそれまでなんですけど、ごめんなさいなんですけど、もしまあそれはそれなんですけど、でも私はなんだろう今しかできないことをやりたいなって思ってて、多分英語の本読んでたとしても今私を好きでいてくれる人には何も届かないっていうか、まあ、英語が喋れるようになるっていう多分自分の力にはなると思うんですけどそう、でもなんか私今別に英語喋りたいって思ってるわけじゃないしだったらショールームとかしてお話ししてた方が楽しかったり、ドボンしてみんなとなんかスタンプをし合ってとかした方が楽しかったりっていうのが私の今の楽しさというか、なのですごい多分私のことをね、私の将来のことをすごい心配してくれて言ってくれてるのかもしれないんですけどそう、でもなんだろう、私は今はアイドルをもっと楽しみたいっていうかっていう気持ちがいっぱいっていう気持ちですごいいるので、なんか将来のことは考えた方がいいんだろうけど考えた方がいいのは分かってるんですけど、今は考えずにアイドルをしてたいっていうのが私のなんだろう今思ってる結論というか今思ってることなので、すごい私の将来についてを考えてくれてるのはすごいありがたいんだけど、でもなんだろう今はアイドルしてたいので、まあ配信してゲームしてがアイドルなのかお前にとってって言われたら、いやもちろんステージに立ってテレビに出てとかっていうのがもちろん私の目指してるアイドル像だけどもちろんね、それはね私が目指してるアイドル像はそこなんですけど、でもまあでもまあ何もせずにただぐうたら一日お布団の中でとか過ごしてるよりかは、配信してゲームしての方が、まあ自分が目指してるアイドル像とはもしかしたら違うかもしれないけど、でもショールームで知って、じゃあお話し会行こうとか握手会行こうとかってなって、そこで私をもっと知ってもらえて劇場に行こうって思ってもらえて、あこんないいパフォーマンスするんだって思ってもらえるような、私もねパフォーマンスをしなきゃいけないんですけど思ってもらえてまた劇場に足を運んでいただけたりとかしてくれたらいいなみたいな。そうだから、まあ、もちろん
まあ、少なくとも私は今年大学4年生になるので、そうさっきもねコメントであったんですけど、大学4年生になるのでその単位を取ることはしなければいけないんですけどはいそれはちゃんとします。すいません、頑張ります。うん、でもいいじゃん、春休みぐらい配信とドボンばっかしてて嫌なんだよもう文字読むのは文字読むのは嫌なんだよ私文字苦手なの。だから春休みは画面見させてくれうん、もちろん私の友達にもね、もう単位ほとんど取り終わってるよっていう友達はいますよ。でもさ、仕事の方がしたいんだよ私は今。だから単位より仕事だよね単位より仕事だよね正直。でもそれが自分を苦しめるんだ。そう、4年過ぎたら私はなんだ、留年、浪人、留年したら学費は自分で払わなければいけないの。ママと約束してるからそれはちゃんとします、頑張ります。だからハルピョンがなんかショールーム短くなったりとかしたら、あ、こいつ留年しそうなんだなって思ってくださいはい、別にねそれだけじゃないと思うけどね、理由はなんかそれこそキスバイエイト始まりますし、そのセリフを覚えなきゃいけないとかっていうのも、まあ、まだ台本とかも全くわからないんですけど、そういうのもあると思うけど、でもっていう感じ。まあ、そうですね。頑張ります。この雑さ。この雑さ。不安だよ、私は。マックミックさん、ハートありがとうございます。まあでもわかるけどね、推しにはちゃんとなんかもっと自分の頑張ってもらいたいっていうのはわかるけど、今の私は配信とかドボン頑張ってるな。あ、めっちゃ目元赤くした、やべ、やりすぎた。
に相談があって、あ待って、めっちゃウサギメイク、やばい、ウサギちゃん、どうしよう、まあいいか、だってやりすぎたもん。上をそんなに濃くしなきゃわかんないか、わかんないってか、そんな出半になる。相談があって、相談したいんですけど、あのね、ほぼハルピョンと同じサイズくらいのなんか、ちょっともう一回調べるね。これこれ、なお金絡む話ですよ。80cmのミッフィーちゃんのぬいぐるみを買うか買わないか迷っててそう、これがね、ゆきちさん一人と一葉さん一人ぐらいのお値段がするんですよ。そう、やばくない？ぜひ皆さん調べて、すやすや、すやすやフレンド、ミッフィーブルーナみたいな感じで調べたら出てくる。こいつを買うか迷ってるの。そう、意外と高いんだよね。ドボンのご褒美もう使っちゃう？貯金しますとか言ってたのにめっちゃ迷ってる。え、でもね、これなの。え、しかもね、ね、茶色なの、小麦色。でもドボンの賞金まだもらってないんだけど、だからまだ使えない。投資いつかへの投資、いつかくれるであろう。めっちゃ迷ってます。で、これがネット販売っていうか、そう、予約しないといけないやつのやつで、それが2月の28日の23時59分までなの。めっちゃ迷う。80センチだよ。超かわいい。これ。これです。どうしよう。小麦じゃん。めちゃめちゃ。予約しないとゲットできなくて。どうしよう。めっちゃ迷ってるんです今。高いのよ、めっちゃ。これめっちゃいいな、この化粧品。めっちゃ発色っていうかキラキラ強い。ラメ好き。ずっと迷ってる。もう何日も迷ってる。6日ぐらい。この後に白いのが出たら後悔しますか？あ、でも白いのはね、なんか前に販売してて、そう、出てたんですよ。で、それの再販みたいなのが今日これの茶色なんですけど、白いのはなんか、なんで買いたいか迷ったっていうと、そのあれなんですよね、
うちのうさぎちゃんが、まめちゃんと小麦くんっていう2人がいるんですけど、この子が小麦くんにそっくりなのさ。そうで、まめちゃんはなんか、ま、小麦くんはマジもう本当に茶色ドゥーンみたいな感じなんだけど、まめちゃんは白にちょっとだけなんか豆大福みたいな模様があるからまめって名前になったんだけど、そう、まめだから買いたい、あ、間違えた、小麦だから買いたい。うん、白が出てもね、だから後悔しない。だってそれは小麦でも豆でもないもん、ただのミッフィー。ミッフィーも可愛いんだけどね。でも高いんだよ結構。うん、え、ママも買い、え、待って、どこ、え、待って待って、この間話してた時ママはなんか買わないみたいな。はい、ちょっと待って、どういうこと。この間話してた時はママはなんか高いから買わないみたいな、欲しいけどみたいな話してたんですけど、なんかママも買いたいとか言い始めた。どっちどっち、よし、メイクほとんど完成。かわいいんだよね。でママがさ買っててさ、私も買っててさ、なんか知らない間に2人とも買っててさ、知らない間に家になんかでっかい荷物が2個届いてさ、パパがさ、あんたたち2人して何買ったんこんなでっかいなって言ってさ、知らなく、お互い知らなくてさ、え、ママも買ってたのってなってさ、やばいやばい、そうなっちゃうから ちゃんと話し合わなきゃ。でも多分ママは買いません、わかる、私にはわかる、ママはきっと買わないよ。だってママはあのうさぎのなんかね、なんかちっちゃい子が乗るうさぎのミッフィーちゃんのあのあれがあるんですよ。ちょっと待ってね、わかるかな、なんか馬みたいなのの。そう、これこれ、これがあるんですけど、1個いくらくらいかな、でもゆきちさんはしないんですよ1個。そう、買えばいいじゃんって言ったら、あんたたちに子供ができたらねって言われました。6000円ぐらい。それはいつだろうねって話してて、そう、これだったら白と茶色買いたいってママは言ってたんですけど、ママはもうそれを何年も前から言ってるけど買ってないから、きっと買わない。どうしよう、
マスカラ。茶色にしよう。ソダシって、ソダシ、ソダシって何、ソダシ、ソダシ、うまうまじゃんうまだった、めっちゃうまが出てきた。そうだし、イントネーションが違う。そうだし、そうだし、そうだし、違う。ソダシ、ソダシじゃない？え？ソダシじゃないってこと？なんだ？橋本春菜、春菜、ソダシ、え、ソダシだよ。え？待って、難しい、お馬さんって。ソダシ、ソダシだ。ソダシ。あ、めっちゃなんか。それってめっちゃきた。みんな大間さん好きなんですね。そうだし、でも可愛くない？めっちゃ白と茶色。私はミフィーちゃん、ママの影響でミフィーちゃん好きになりました。ママがずっと好き好きって言ってるから、なんかミフィーの商品とかミフィーの関連のものとかネットで出てきたらいつもスクショして送るようになってたら、なんか可愛いなって思い始めてでもアイドルもあるあるですよね。なんかその人の好きなものをなんかよくその人に送ってたら、なんかその可愛さが分かるようになってきたって感じ。そう、こんばんは。ママも若い頃はハルピョンみたいな顔。いや違いと思います。私は本当に誰にも似てない子供らしくて、いやあんまりね、なんかそういう冗談は良くないとはね思ってるんです、分かってるんですけど、あんたの名字の橋本はねそんなこと言われてないけど、橋の下から、橋の元から拾ってきたんだから橋本なんだよってめっちゃ言われてました昔。あまりね、そうネタにすることじゃないんですけど、違うよ本当、あのちゃんとあのどこだ、グアムかどっかに行くときに、エイトで行くときにパスポート作ったときにちゃんと戸籍は見ました。私はパパとママの子供でしたので、安心。あ、ママの子だったかな、パパの子ではあったママの子だったかはちょっと分かんない。
なんかその当時、その高見菜さんのなんて言うんでしたっけ、あの桜からの手紙、 AKB48 の桜からの手紙っていうドラマが結構自分の中でもめっちゃ流行ってて、そう、それで親が違うってことあるんだみたいな、そういう気持ちだったんですよ。だからパスポートを作るってなった時に、待って、これでもしかして私は戸籍でパパとママの子供じゃなかったらとかいろいろ考えてたんです。でも違いました、ちゃんとちゃんとそうでした、ちゃんとそうでしたとか言って、そう、今日は目尻にしかアイライン引きません。でもちょっと長めに引きます。だから私に似てるなこの人って思って、すいません、ハルピョンのままですかって近づいても、違う人なんで、絶対マジで似てないんで安心してください。安心、何の安心なのか分かんないけど安心してください。どれだけ私に似てる人だったとしても違う人です。なんか食べて、何も食べてない何も食べてないよ。完成、見て見て、まあ、配信の直前にリップは塗ります。私ね、本当に下地とかがなかったら、でそんなに喋らなかったらもっとね、時間短くね、あれメイクって終わるんですよ。ビューランしてない、みんなのさ苦手なあの道具をしてないのにさ、こんなにまつげが上がってるのすごくない？まつげパーマ最強。で前髪も後でやります。いや、まあ一軍メイクじゃないのでって言ってしまえばおしまいなんですけど一軍ではない。ちゃんと物があったところに返せる女の子になりました。えらい。あとでアイロンしよう。ほぼ完成。いい時間だ。ご飯が多分そろそろ
出来上がります。私の予測では、マジでまつげ上がってんの本当楽、うん、何もしなくていいから。なんでお肌はやらないのって、なんでかっていうとね、落とすのがめんどくさいんだ。まあ、マスカラマスカラを落とすのめんどくさい。なんかなんでマスカラって言うんだろう、マスカラじゃないのかな、まつげカラーとかじゃないのかな、なんでマスカラなの、マスカラ、え、疑問は調べる。好奇心旺盛なのハルピョン。マスカラ由来、みんなも今日1個頭良くなってね。あ、マスカラは外来語、マスカラは覆うを意味するイタリア語の、マスカラが語源で、英語のマスクと同源である。まつげだけじゃなくて太くて自然な眉にするための眉毛用のマスカラはアイブロウマスカラや眉マスカラと呼ばれる。あ、じゃあ覆うカラーみたいな感じ。あ、覆うっていう、覆うからマスカラっていう、ほえーだそうです。イタリア語のマスカラだってよ。頭良くなったわ。あとね、もう一個かわいい、ね、ミッフィーちゃんがあってね、どんだけミッフィーちゃんの宣伝、私めっちゃミッフィーちゃんの宣伝する人じゃん、ただただこれも迷ってるんです。ミッフィーぬいぐるみ、これかな。もこもこ、これかな。ちょっと待って、ミッフィーの回し物になりたいよ。そしたらミッフィーグッズいっぱいもらえるかもしれないミッフィーの回し物になりたいよ私、本当にあ、あった、ふわふわの新ぬいぐるみ、綿菓子カラーのミッフィーちゃん、かわいい、かわいい、見て超かわいい。なあ、かわいくない？ライトピンク、クリーム、ライトブルー、来月頭から。でも私はこの小麦くん、デカデカ小麦くんを買うか迷ってます。とりあえず80センチ、だって私の半分以上ですよ、私の身長の。もうこんなどうしよう、迷ってます。ゆきちと一葉一人ずつ、はあ、どうしようかな。小麦くんの何倍、え、何倍だろう、めちゃめちゃ倍。でもお値段は小麦くんの何分の1です
お値段はダメ。でも小麦くんはもうそれ以上に私たちに癒しをくれているので、うん、他で節約するしか。でも基本買わない人間なんですよね私、そんなに物を。だからしかも見て、このファンの方からいただいたのも、このミッフィーちゃんも女優ライトについてるんです。この子今撮ったけど、つけてる、可愛くない？ついてるの。俺がちょうどつけれるようになっちゃって、だからいつもミッフィーが隣にいるって感じ。リンクの、あ、マジ？この橋本春奈が作るみたいなやつ終わっちゃったの？じゃあ外しとこ。なんかリンクつけることあるかな？何もないんだよな。まあそんな感じで、私はこの1万4000いくらを悩みます。でも1年間自販機で物を買わないとかしたら多分そんぐらい貯まりますよね。1年間自販機で物買わないなんて結構大変だよ。迷っときますということで、それでは、あ、ご飯食べなきゃいけないのでランキング読みますね。8時半から明日よろしく見てください。よろしくお願いします。それでは行きます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位パンダさん、ありがとうございます。3位チームようちゃんさん、ありがとうございます。4位ネバーストップアット愛と勇気と もやしだけが友達さんさん、ありがとうございます。5位タケニーやっと妙よろ楽しみです。ありがとうございます。6位ギャローさん、ありがとうございます。7位マックミックさん、ありがとうございます。8位ともゆきさん、ありがとうございます。9位バージョン R さん、ありがとうございます。10位すみちゃんやっと妙よろ楽しむぴょんを見守っておきます。もうはい、頑張ります。楽しむのかな。11位カートピョンドさん、ありがとうございます。12位マー君アット橋本ちゃん推しさん、ありがとうございます。13位シュンゴさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位はあきくんさんです。ありがとうございます。ということで皆さん、本日はありがとうございました。8時半からの明日よろしくも、絶対に、まあ、そんな絶対にとは言わん、なんか言いすぎるとなんか卒業発表するみたいに言われるので、まあ、それなりに楽しく見てください。よろしくお願いします。ということで最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたに、違う、6090人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。皆さん間違えた、6192人の皆さんでした。ありがとうございます。それではまた後で、ご飯食べてきます。バイバーイ。